コザの裏側？魅力あふれる沖縄市コザを紹介します。コザの裏側、定番からディープなところまで地域のみんなもひっくるめて楽しくお届けします。とにかく見ればわかります。コザに遊びに来たくなっちゃうよ。コザの裏側、宮島真一です。ミキタニーです。みんな元気？元気です。元気しかないよね。なんか十字今日力入ってない？いや力入りますよ。だって今日はだってあれですよ。何？久しぶりのドンシリーズ、うん、出た。覚えてます？覚えてますよ。覚えてます？もちろん市長ともね、はい、飲みに行きましたし、ありましたね、あの中本社長、中本工業の、はいはい、行きましたよね。あとはあれだね、南日本警備の島心さんね、うなぎ食べに行ってから AD やりってましたよね。そうそう、だから俺飲めなかったっけ食べれなかったんだよ、ね、だった確かにそうでしたね。あのシリーズが超久しぶり。そうで、また今まだちょっとロケ行けないかな、まあね、っていうような感じがまだあるのでね、前回に引き続きですね、スタジオで今日は、うん、素晴らしい方をお呼びしております。はい、株式会社すこやかホールディングス代表取締役宮里俊之さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしく。じゃあ今日はいっぱいいろんな話をね、はい、お伺いたいと思いますけど、その前に、はい、その前にやっぱさ、一応この感じで乾杯からしたいなと、はい、いいですか、思っているんですけども、もう目の前に死にもう好きなの飲んでください。好きなのどれがいいですかね。もう全部です。そうですか全部飲んでください。2つじゃあまず選んで、とりあえずじゃあ乾杯しましょうかね。じゃあ台風 IPA。 おいいですね。コザ爆酒の台風 IPA で、はい、それではよろしくお願いします。乾杯。よろしくお願いします。すこやかホールディングスで、はい、まあお仕事、はい、ね、いろんなことをやってると思うんですけども、うんうんうん、普段どんなお仕事をされてるんですか。もう普段はですね、まあ、あの会社の代表ですので、うんうん、だいたい、まあ、いろんなあのまあ、ホールディングの中ではね、あのすこやか薬局という薬局を、はい、やってますので、めちゃくちゃお世話になっております、はい、 そこの統括みたいな形でやってますから、はい、まあ、何やってるって言ったら大体反抗しかないいやでもこれが一番重要だからね。ですよね。まあ、あのいろんなね、あの、まあ、指示命令系統みたいな感じかな。僕はもうてっきりこう開けたらいろんな薬が出てくるのかなそれはそれでまた変な話になってくるでしょあ、でもなるほど、まあ、まあ社長業としてはそういう、まあ、お仕事されてて、それとかまたいろんなね、あの、まあ、だからあのすごい、あのいろんなアイデアを出したり、うんうんうん、こういうふうにしたらいいんじゃないとか、あ、まあ、そんな感じかな。はいはいはい、まあ、それはじゃあいわゆる自分このすこやかホールディングスのためにいろいろされて いるっていうところだと思うんですけど、はいはい、まあ、その他にもう一つ顔があって、宮沢社長には、はい、あの沖縄商工会の会頭という立場でもいらっしゃるんですよ、はい、なるほど。そう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 。でその役割というかその立場ではどういうふうなお仕事をされてる。だから沖縄商工会一緒の会頭をやって、今もう4年、まあ、5年目になるんですけどね、うん、はい、やっぱりあの沖縄商工会議所の会員ってね2370年ぐらいいるんですよ、うん、で個人事業者がね、その1300人ぐらいで、うん、あとは事業者が1000人ちょっとでね、うん、やっぱその辺の、経営の、お手伝いだとかね、うん、まあ、いろんな今コロナでしょ、はい、コロナでだいぶほら困ってらっしゃるから、いろんな融資相談だとか、はい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 、持続化給付金の、はい、肩代わりだとか、うん、またいろんなこの、簿記検定だとかいろんなそういう事業のね、まあ、経済活性化のためにいろんな役割をするような仕事ですよね。もうだから沖縄市にはなくてはならない存在なんです、うん、いやそれはそうです。僕もお世話になってますからね実は私もお世話になってるんですよ、はいね、俺も俺もってそうっていう人結構多いと思いますよ。実際街づくりですからね、うん、街づくりの要するに一環の役割を、担ってるわけですよ、はい、責任重大ですよね、でなおかついろんな町づくり人づくりみたいなイメージっていうのも、ええ、いろんなところで、まあ、お話議論というか、はい、コミュニケーションを取ってると思うんですけど、常にやっぱアンテナは張っている感じではあるんですか。そうですね、ちょっと面白いことを言えば、この前12月に十字路がこうイルミネーションできたんですよ。 はいはいはい、はい、あれねずっとやらない予定だったのダメだったんですよ、どこも、うん、でところがね、あれを11月の末ぐらいにね、これはお前十字路暗いぞみたいな話して、そしたら
これなんとかしようやという話になったらもう2週間ぐらいでみんな沖縄市のいろんな、で、電業界だとか観光事務所みんなさんがバッと集まってね、あのミュージックタウンのそう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 、はいはいはい、あれって2週間でできたんですけどね、普通は2週間ではできない、って言われてたんですよ。みんなのその思いと、そうそう多分行動力がそうさせたんでしょうね。あれはすごいパワーですよ。すごい、そんなパワーを持っている宮里社長。今度じゃあどこ光らすんですか？いや今度はね、なんかね、この商店街暗いから光らせてくれよなんて言ったけど、それは自前でやってくれよみたいな。まあそれぞれ努力してね。まあまあそうですね。努力でね。はい、大事。常にこう沖縄市の発展とか、まあね、愛される街づくりについていろいろ多分考えていらっしゃるんだろうなと思うんですけど、うん、新たな今構想なんかあるんですか、構想みたいなもの、うん、まあそれはもうやっぱりね、ちょうどここの写真もあるんですけど、アリーナができたでしょ、はいはい、でアリーナがね、ちょっと小林市長の声できたんだけども、このままアリーナできっぱなしじゃ、うん、沖縄市はほらあの宿泊はみんなチャタンに持っていかれるし、もう消費はみんな北中のライカムに持っていかれるし、沖縄市何にも残んないじゃんだね。なるほど。中心市街地の一番街だとか、うん、このアベニューとかね、はいはい、こっちの方もやっぱり活性化させるためにはやっぱりこう宿泊施設がないとダメよねみたいな話になって、でそれでこのいろんな提案をして、この今度サッカー場跡地に、このホテルをね、ホテルなんですねこれ、作ることができたんですね。ほう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 。これ完成予定っていつぐらいになるんですか？来年のね、7月ですね。しゃべろい、死にすごいですね。フィバのほら、ワールドカップ、ワールドカップが8月の25日から始まるから、はい、それに間に合わせて、ぜひそれに間に合わせてっていう形でね。特貫工事ですよ。いやすごい、これ相当大きいですよね。150室でね。150室。わお。で手前にファミリーマートさんが来る予定でね。コンビニも来てね。そうですよね、やっぱり近くに、ホテルの近くにコンビニとかスーパーないとね、不便ですもんね。うわー、ちょっといろいろ見えてきたね、これでね。そうそうそう。いやでもちょっとスコアヤカホールディングスって、まあ、いわゆる薬局、スコアヤカ薬局のイメージだったんですけど、このホテルとあんまり結びつくイメージがなかった。そうなんです、本当は薬局とはあんまり結びつかないんだけど、商工会の会頭をやってる、立場で、まあ、さっき言ったみたいに沖縄市に何にも残んねえぞみたいな形から、じゃ あの 提案しようよという形で提案をして、すごい、まあ、採択されたという感じでね。なるほどね。僕らだけではできないから、このあの茶谷にほらベステレってあるじゃないですか。あります、はいはい、あそことあの運営は提携的なこと提携しながら、はい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 、やろうかなという感じでね。うわ、またアリーナ周辺もまた雰囲気変わりそうです ね、これで、うん、ちょっとねおしゃれな、ホテルにしてるのでね、上にプールもあるしね。無理100回、すぐ行きますそこにはやっぱりさ、僕さ、食とのコラボもいろいろやってほしいなと思ってて、いいですね、なんかこの辺のこの駐車場のスペースとかキッチンカー呼んでくれるとか、そういうイベントとかもできたら楽しそうですね、こうエンタメとしの施設としても今後活用する可能性はあると。なるほど、ね、うわ楽しみ。こんな話をしてきたらなんかちょっとなんかソーセージの匂いしない？そうそうソーセージ本当だ、まあ、ビール飲むだけじゃあれなんで、ぜひおつまみとして小座の名物を用意させていただきました。手塩のソーセージでございます。いただき、はい、ではいただきます。うまそうですね、はい、美味しいですよこれ。なかなかこれなんか、さあじっくりカメラ目線で、どうぞいやシンプルシンプルシンプル一番伝わる。手塩のソーセージはご存知ですか？はい、あのこの番組に出てらっしゃることも見たことあるし、はいはい、通りでも時々見ていますけど、だけどね、なかなか食べる機会なくて、よかったですね、はい、うん、うまいです。どんどん食べて、ビールとのまた相性もいいですよね。ありがとうございます。そうです、これとビールも完璧ですよね。完璧。なんかね、カレテクロービスタウトってなんか、黒ビールですね。なんか、急な量になったような気がしますねなるほど、うまいです。うん、いいですね、うん、ありがとうございます。最高、うん、なんて健やかな笑顔なんですかありがとうございます。いいね、今のコメント。いいですね、ありがとうございます。はい、こうやって食べながら飲みながらお話をしながら、まあこれからのね、まあ街づくり、まあ未来について、まあみんなで考えようやっていうところで盛り上げていきたいですね。そうですね、まあこういう今コロナ禍のこういう状況ではあるんですけれども、なんか改めてこう沖縄市というところに向かっていったらいい
ですかね。そうですね。だから沖縄市はほらもういろんな形でポテンシャル高いのでね、このアリーナもそうだし、まあ、ホテルもそうだけど、ね、子供の国だって今のあれ倍になりますからね、はい、広くなるし、はい、で東武海浜もこれからどんどん拡充になるし、うん、サーキット場もどんどん、ね、うんうん、これからなるし、いろんなこうテレビもほら映画か、うん、ね、ミラクルシティもやってますし、うんうん、そういった意味では話題性が豊富なので、うん、素通り観光なんて言わせねえぞみたいな。まあ、だからそういう意味でもこのホテルのまずはね、うん、そうね、うん、さらには中心市街地この辺のね、そうですね、との連携つながりで何かまた一緒にやろうみたいな、はい、そういうところにつながりますよね、まあ、そういうのもね、スタッフ同士では密着になんかやってるみたいですのでね、楽しみですよね。楽しみです ね、 ね、いやここまで作って健やかにならないわけがわけがない、ね、うんうん、にしたいしね、うんうんうん、つなげていきたいですよね。そうですよね。ちょっと小耳に挟んだんですけど、健やか薬局の CM、うん、はいはい、あるじゃないですか、うん、あれアニメーションのやつ、アニメーション、はいはい、すごいこうインパクトのある CM なんですけど、うんうんうん、あれどうやら実話を元にした話らしいですね。そうなんです。この CM を作るときに、その一緒に作った薬剤師の経験をもとにね、うん、やっぱりこのちっちゃい頃にお世話になった人たちに対してまた恩返しをしたいっていう、そういう思いから薬剤師になったっていう、その薬剤師になった動機をね、番組コマーシャルの中で表してるんですよね。なるほど、うん、この後流れるのかな、お、うん、この街のどこかで子供の頃この街でいろんな人に愛情をもらった、ありがとうの気持ち、今度は私から。より健康に、地域とともに、健やか薬局。次回会うときはぜひ外に繰り出したところでね、はいはい、そう、ちょっとやっぱり時間足りないなっていうところ、もっといろいろお話聞きたいし、はいはい、沖縄市の未来について熱く語りたいなってやっぱ思うわけですよ、はい、今度はお店で、はい、宮崎社長のおすすめのお店に連れてってほしいですよね、はい、もういくらでもありますよ、楽しみ、ね、じゃあそれに向けてまた未来に乾杯しましょう、はい、乾杯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 、コザの裏側。改めて宮島真一です。ミクトリーです。そして本日のスペシャルゲスト、株式会社健やかホールディングス代表取締役宮里俊之さんです。よろしくお願いします。お願いします。どうでした今日こういう、うん、いや楽しかったですよ本当ですか。ありがとうございます。最初はね、何喋ろうかなと思って緊張したんだけど、まあうまく流れに乗せていただいて、いやでも考えてること、やりたいこと、思い、伝えたいことってね、常にあるでしょうからね、はい、やっぱいろんなほら方々とお会いする機会が多いと思うんですよ、はい、やっぱそうなってくると、はい、こうこの人に会って、あこういうことがいいかもしれないみたいな、どん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 こう構想が膨らんでいくものなんですかね。そうですね、これもね、このホテルもね、やっぱりアリーナが決まった時に、この行政の皆さんといろいろやってる時に、さっき言ったみたいにね、沖縄市のホテル作るのはダメじゃないみたいななんか言って、うん、でオリオンベアフェスタとかあるじゃない、はい、だからオリオンさんにお願いして作ってもらえなさいって言ったら確かにそうですよねあれだけビール飲んでんだからねその飲酒店ダメって言ってるのよ、泊まって帰れよみたいな確かにそんな話しててで、俺オリオンよく知ってるからオリオンの会長のカデカラさんでも話するよみたいななんて言ってたらね、でそんな言ってたらこのやっぱり行政の人も頭ひねったんでしょうね、うん、頭ひねって、そしてパーク PFI というのがあって、うん、で役所から土地借りるんですよこれ、うん、役所から土地借りて、で家賃を土地代を払って、うん、土地代払ったお金で公園整備をするっていう、うん、そういうのが新しくできたのでね、うん、公園法でね、はいはいはい、でそれで、でそれにこう、応募して、いくつか応募があって、でうちが公募されたという格好なんですけどね、でこれ言ってみないと、彼らもやっぱりその時にはその発想なかったわけですよね。そうですよね、なるほどな、だから言ってみるもんですよ、ね、だから市長も いつも言ってますよ、1万人ありえないなんてほとんど考えられなかったって最初はね、それがね実現して、そうそうそう、行ってみたら、あ本当はもう5000人ぐらいでいいんじゃないのなんて言われたら、だん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 その川淵さんだとか、はい、いろんな方がついてくれて、でアメリカみたいなね、そういう、はい、
スタジアムアリーナを作ろうという盛り上がっていったという、うん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 、やっぱりこう夢は口に出すといいんですよね、はい、それがね、人が人と人がつながっていって、どん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 その夢が、夢じゃなくて現実になっていくっていう、いや、いいじゃないですか。2023年7月オープン予定と、はい、完成した暁にはぜひまた取材に行きたいですよね。この辺のラウンジでビルの、あー最高ポールでこんなでもいいな、いいな、こんなでもいいな、ね、だ温泉もなんか、はい、あの温泉もね、その茶壇の方が温泉出てるので、うん、そこからなんかタンクローリーで運んでくれるっていう方、すごいよね天然温泉をね、肝がすごいよね、なんかね、いや本当、なんか私たちもそうですけど、うん、こうやってなんか大きな会社の力っていうのも、うん、やっぱりこう必要で、それがちゃんと沖縄市の未来に向かってるっていうのがまた楽しみでワクワクしますね、うん、ぜひみんなで応援しながら、うん、まあ、楽しんでいけたらなというイメージができました、うん、はい、ね、ぜひ皆さん要チェックしてくださいね、これからもね、はい、はい、結構飲んじゃったなまだまだ行きましょう、まだまだ行きますか